実はちょっと気になることがあって連絡したのですが、ご存知でしょうか。ここ数日の間に東京で数名の若い女性が突然倒れて意識不明になるという事件が起きています。知っています。それで何かおかしいことでも。これです。倒れた女性が身につけていたものですが、実はみんなが同じ型のものを持っていたんですよ。何ですって？変だな。制作会社のネームも何も入っていない。変でしょう。私も偶然の一とは思えず、友人の大学教授に見てもらったんです。ところが彼の言うには、どうもこの金属は地球上にはないというんです。地球上にない金属。ところで、亡くなった女の方たちの病気は何ですか？それも謎なんです。簡単に言えば血液の減少。それも白血球が皆無に近くなっています。やっぱり、恒星金属は地球上にはないものだということです。科学班の推定では、おそらくスペリウムじゃないかというんですが、それから内部にあった微粒子を分析したところ、これは人間の血液、それも白血球を結晶させたものだそうです。待てよ。人間の血液をあんなに細かく微細に結晶させる方法は地球上ではまだ発見されてない。そんな機械がこの時計にセットされていたっていうことだ。ただいま。隊長、特別休暇ありがとうございました。丸一日高校時代の友達とおせんべいでもかじりながらペチャクチャやってたんだろう。お会いに行く様。残念ながらそのお友達がデートに出かけちゃって、こっちは弟とプラモデルを組み立てたりお相撲を取ったり。あら、その時計どうしたんですか？ちょっと面倒な事件になりそうな時計なんだ。そういえばこれ、サナエさんの持っていたのと同じだわ。君、それは本当か？ええ。アンナ、彼女はその時計をどこで手に入れたか知らないか？確か恋人からのプレゼントだって。こちら高校時代のお友達のユリアンヌさん、佐竹三郎さん。はじめまして。こちらこそ。山部さなえ様、お電話でございます。いらっしゃいましたらカウンターまでお越しくださいませ。山部さなえ様。君、君はいつも僕と会う場所を、うん、今父も母も旅行中なもんですから、毎日と思ってお隣のおばさんにだけ。佐竹さん、サナエさんにプレゼントなさった時計、ずいぶん素敵な時計ですので、どちらでお買いになりましたの？え、いや、あれはその前にヨーロッパ行った時買ってきたものなんです。そうですか。ヨーロッパのどちらで？あれは確か、そういえば彼女時計をしてなかった。どうしたのかな。どうしたの？弟が学校で倒れたんですって。え、しんちゃんか？あいつソフトボールやっててさ、ファーストからセカンド盗塁した時にバタンって倒れちゃったんだよ。びっくりしたな、もで本当に。いやー、軽い脳貧血ですよ。ご心配かけました。もう大丈夫です。しんちゃん。あら、これ私の時計じゃない。さては今朝。ごめん、ちょっと持ってみたかったんだ。返してよ。いいじゃんか、今日一日ぐらい。しかしその時計は。おい、行こう。うん。しんちゃん、取り返すんだ。え、今日一日静かにしてないとダメだぞ。脳貧血、腕時計、こちらあんの。変だな。その佐竹という青年が時計を手に入れた場所をはっきり言えないというのもおかしいし。よし、君は連絡を取りつつ佐竹という男の後をつけたまえ。支給団を応援に出す。この血液結晶器も大したもんだな。うん。実験はほぼ成功と見ていいだろうな。どうだろう。そろそろ仲間を呼んだら。この血液が完全に我々の命を守ってくれることが判明したじゃないか。おい、この血液はどうしたんだ。高い純度は高いぞ。待てよ。その血液は。どうしたのだ。それは子供の血だ。子供の血？そうだ。その時計は今日一日弟の少年がはめていた。そうか。子供の血が一番綺麗なのだ。どうして今までそのことに気がつかなかったんだ。それが我々の命を守る血なのだ。よし、
仲間を呼ぼう。うん。何者なの彼ら。わからない。しかし血液を何かの方法で集めていることは確かだ。君は帰って報告。僕は見張りを続ける。まるで吸血鬼ドラキュラみたいな奴らだな。一体何者なんでしょう。どうして血なんか集めているんでしょうか。わからん。しかし何か得体の知れない連中が組織的に動いていることは確かだな。ステリウム。地球にない金属でできた時計。血液を集める男たち。隊長、もしかしたら奴らは宇宙人だと言いたいんだ。隊長、踏み込みましょうか、奴らの隠れ家へ。待て。尻尾を捕まえるんだ。隊長、なんだ。これを見てください。ロケットを描いて宇宙時計をもらおう。その奴らの挑戦だ。そうだわ。しんちゃんの血を見て、それで子供たちの血を。あ、おいでおいでおいで。あ、ダメだ、来たダメだ。怪しいことがあるんだ。警察に調べてするのは黙ってんだ。俺たちはな、嘘な警備隊だ。みんな、言うことを聞いてくれ。な、待つんだ。待ってくれ、言うことを聞くんだ。危ない。みんな、こっちに避難するんだ。早く逃げ。実験は成功した。早く逃げるんだ。我々ステルス星人は地球人の地で生きていけるのだ。我がステルス星はスベリウム爆弾実験のため、その放射能で血液が著しく侵された。我らの地に変わるもの、これは地球人の地だ。待っていろ。まもなく我らステルス星人は廃墟して地球に押し寄せてくるぞ。第二本部へ、第二本部へ。よし、まず一掃する。ただ、報告機が壊されました。何？しんちゃんは佐竹さんの車で出かけたわ。何ですって。どこへ。奥多摩の氷川貯水池ですって。しまった。どうしたの。大変なのよ。さあ一緒に来て。しんちゃんは佐竹さんと一緒に氷川貯水池へ向かいました。こちらも直行します。了解。修理を急げ。しんいち君危ないぞ。はい。何度言ったらわかるのよ。だって信じられないわ、そんなこと。捨てなさい、その時計。嫌です。仕方がない。今に自分の目で見ることだ。隊長、終わりました。うん。どうだ。こちらも OK。よし、氷川貯水池へ急行だ。はい。しんちゃん。しんちゃん。姉さん。しんちく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 ん。やめて。何をするの。任せて。射撃の腕は世界一だ。あれは奴の正体だ。1号機は宇宙船の攻撃に当たる。了解。3号機弾、応答せよ。こちらウルトラホーク3号機弾。こちらウルトラホーク3号機弾。弾は地上のスペルセーティンを攻撃せよ。了解。しんちくん。あずさん。早く。さあ、逃げるんだ、早く。
ドン。現実だったわ。私忘れない、決して。地球人も他の星の人も同じように信じ合える日が来るまで。来るわ、きっと。いつかそんな日が。そんな日はもう遠くない。だって、M78 星雲の人間である僕が、こうして君たちと一緒に戦っているじゃないか。